今日午後3時20分ごろ、札幌中央区南1条西4丁目の交差点付近で、自然と軌道に入ってきた乗用車が衝突しました。けが人はいませんでした。この電車は1961年に運行を開始した M101 と呼ばれる車両で、明日引退することになっていました。札幌市交通局は車両の状況を見て、明日運行が可能か判断するということです。